場所奥の細道の深みと軽み第4回は今回はこれまで取り上げなかった場所の著名な句を通して奥の細道の凄さ魅力を探っていきたいと思います取り上げるのは日光以外は全て 平泉以後、すなわち旅の後半部分ですまず、日光で読んだ句あらとうとう、青葉若葉の日の光これが新緑に照り映える初夏の日光山の自然美を来山していることはわかりますがあらとうとうとはそれだけの意味なのか とということです。「その神このお山を二良さんと書きしを空海大使皆既の時日光と改めたもう潜在未来を悟りたもうにや今この身光一点に輝きて温卓発光にあふれ市民安堵の住みか穏やかなり」。意味はこうです。 その昔このお山を二羅山と書いたのを空海大師がここに寺院を創建された際日光とお改めになったそれは千年の未来を予見されたのであろうか東照大権現様以来の徳川家の御意向は日の光のように天空に輝きその温宅は八方にあふれ死工商すべての人々は 皆安堵した生活を送っている。これを踏まえるなら、句の意味はこうなります。日光山はなんと尊いお山だろう。新緑に埋もれる木の下までキラキラと日の光がさしている。これは工房大師様と東商権現様のおかげだ。このように場所は、 徳川政権を過度とも言えるほど称賛していますそのためこの句はしばしば詮索を呼びました「奥の細道の旅は」は日光東照宮工事に関する仙台藩の動向を芭蕉と空が幕名を帯びて探る隠密調査だったとする説です。確かに、考えることで、 理解できる内容も多かった旅であることは間違いありません。しかし、仮にそうであったとしても、気候分、奥の細道の凄さ、魅力はいささかも現じるものではありません。次は、ここ、人前の席。出発前からの念願であった松島で月を見、 旅の大きな目的地であった敬愛する義経が最後を遂げた平泉から芭蕉は出羽方面に向きを変えますそして鳴子温泉の西にあった首都前の席ではさんざん取り調べを受け日も暮れたので頼み込んで庄屋のあるじ家に泊めてもらいます。 仙台寮と境を接する新城寮坂井田村の庄屋あるじ家は問屋と板書的な役割をしていたので法人の家と呼ばれていましたこの辺りでは家の中に人と馬が同居しており土間を挟んで馬の小便の音も耳に入りますそれを場所は読みました 飲みしらみ、馬のバリする枕元のみそれにしらみおまけに暗がりの中で馬の小便する音までが眠られる枕元に近々と響いてくるなんともわびしくおかしな目にあったものだ場所は飲みしらみ馬のバリと若や レンガでは絶対に扱わない材料を揃え、枕元と表現し、馬の尿の飛沫を浴びたかのごとく読んでいるのです。当期に寒さが厳しくなるこの地方では、家屋の中にマヤを設けていましたが、ある時は立派な造りでしたし、旅人の格によって部屋を割り振ったはずです。 ですから江戸の大詩人を迎えてよもやマヤの隣に寝かせたとは思えません場所が「枕元」と呼んだのはその地方独特の家の構造に対する珍しさの気分からの文学的誇張でしょうもちろん尿の文字には「人前の」の席が聞かせてあります 場所が実際に根だと思われるのは、この客間です。この句はあえて現実の厳しくわびしい状況を読んでいますがそこに悲壮感はなくそのような状況に共ずる気分徘徊的笑いの色が伝わってきます。それは、 カルミの面向きと言っていいでしょう。ここでカルミについて簡単に説明しておきます。徘徊の独自性を保ちながら徘徊の地位を和歌やレンガと対等の文芸に高めることは場所の悲願でしたが、試行錯誤の末にたどり着いた徘徊の真髄。 修正の目標とした徘徊理念が「軽み」でした。その内容は日常非禁な題材の中に新しい史上を発見しそれを平面な言葉でさらりと表現する作風となるようで日常性・平面性を中核要素とするのは明確です。しかしその意味内容を 的確に表現することは場所の門人にとっても困難であったようですここでは尾形勤先生の表現を紹介しておきます一切の芸術的な身構えを捨て淡々と日常的な風物や愛感の中に史上を探りそれをできるだけ日常的な言葉で 心のリズムがそのまま表現のリズムとなって定着するような対象と死と人生が一如となった境地としていますまだすっきりしないと思いますが先に進みますところで奥の細道は平泉を頂点として前半と後半では柿様が 大きく異なっています前半は一生一生が比較的長い上に文章の運びも害して重々しく特に旅の前途への不安や道の険しさや決死の旅への覚悟について述べた言葉が目につきテンポもゆっくりしています。それが後半ににに入るとにわかに 一生,一生の長さも短くなり文体も軽く旅の困難不安覚悟を強調する文章は影を潜め短い文章を早いテンポで畳みかけるように変わっていきますしかしそれは後半の旅が決して楽になったからではありません険しい道に難住したり宿も借り損なうなどの 浮き目も舐めていますそれにもかかわらず後半では旅の困難や決意を訴える言葉は影を潜め短い文章を早いテンポで畳みかける中で人々との日常的な出会いと別れについて述べているのです。そこから浮かび上がってくるのは「奥の細道」という作品が徘徊の「 新風開発のための苦難の道を踏破して「軽みの境地」に突き抜けていくプロセスを象徴しているという構図なのですところで場所が読んだ句は実に多様で「飲みしらみ」「馬のばりする枕元」のような日常必近な題材を扱ったものもあれば 壮大なスケールの句もありますそれを2つ紹介しますまず6月8日合算の山上で野宿した時に読んだ句「雲の峰いくつ崩れて月の山」「雲の峰は入道雲のことです」「日が暮れ頭上に半月」 八日月上限の月が昇り月山を照らしているそれを見ながら昼の空を想像する昼間の青空に盛んに湧き上がっていた入道雲は果たしていくつ崩れたのだろうかと「苦の意味はこうです昼間空高く立ち上っていた入道雲が一体いくつ崩れて 月光を受けて光々しくそびえ立つ合算になったのであろうかまことに天の一部が崩れて地上に築き上げたかと思われるばかりの雄大尊厳な山の姿であることよ雲の峰といい月の山といい場所は何とも壮大なスケールで天空を描きその天辺に 心を動かされているのです奥の細道後半に入って芭蕉が初めて海を見たのは最上川河口の坂田でした芭蕉はここで夏の終わりの日本海に沈む巨大な夕日を眺めました暑き日を海に入れたり最上川この 暑い日については太陽と見るか一日と見るかで諸説が分かれていますが重層的表現を好む場所の作風から言って「暑い一日」としつつも「入れたり」としているので「入り日」つまり「夕日」も二重写し的にダブらせているのでしょう。ですから意味はこうです。 赤い夕日が海に沈もうとしている暑い一日を最上川の雄大な流れが海に流し入れてしまったのだ流れ終えた最上川の河口の辺りからは涼しい夕風が立ち始めているこれもどっしりとした雄大な句ですこのあと待望の「 久方見物も果たし坂田をたって日本海に沿った北陸寺の旅の記述に入ると人々との出会いと別れの記事が増えてゆきますまず一ぶりの席での2人の遊女との出会いと別れ空の随行日記に記述が全くないこともあって一般には フィクションと推察される場面ですただし空の随行日記には出会った人物に関する記述が少なく日記にないことで直ちに事実ではないと断言することもできないようですこんな話です場所と空は海岸の難所を取り抜けてたどり着いた一振りで二人の遊女と 同じ宿に泊まりまりす。新潟からお伊勢参りに行く途中らしいのですが見送りの老人ともここで別れるらしい。武尊のこの絵はその男に持たせて返す故郷への手紙を渡している場面です。夜が更けると二人の遊女はあまりの心細さに僧の格好をした 場所と空に一緒に連れて行ってくれと涙ながらに頼むのです。しかし場所は「私たちは途中滞在する先も多い。ただ同じ方向に旅する人々の行くのに従って行きなさい。大神宮様のお守りによってきっと無事に着くことができますよ。」と言って遊女たちの願いを 断るのです。この時、馬匠が読んだ句がこれです。一つやに、遊女も寝たり、萩と月。萩と月の組み合わせですぐ浮かぶのは、春信の,のこの絵です。どこかしら安妙な雰囲気が漂う春信描く娘と、なよなよした感じの生めいて美しい萩が、実によくマッチしていると思います。 また「萩と月」を詠んだ和歌では藤原定家のこの歌「秋といえば空澄む月をちぎり起きて光待ち取る萩の下露」「秋というと空に澄みまさる月と約束をしておいてその光を待ち受け写し取る萩の下露よ」 ここでは萩と月は恋人同士になぞらえられています場所のこの句においてなよなよとしてなまめかしく咲きこぼれる萩が遊女になぞらえられていることは問題ないとして場所は月を自分になぞらえたのでしょうか直ちに 自分に非したというよりは遊女がそうと見誤り再度の願いを寄せた自分たちをなぞらえているのでしょう。そして遊女の懇願をあえて振り切った場所は愛欲に生きる遊女に秋月の 仏のような清らかな慈愛の光を注ぐことで、清めてあげたいという思いを込めているように思います。次は金沢での別れ。場所は7月15日、金沢に着きます。ここには一生という著名な俳人がいるので、場所は会うことを楽しみにしていました。面識はありませんでしたが、 一生は長い間場所をしたい、その来訪を待ち望んでいました。しかし、なんと前年の12月に創生したというのです。場所はその兄の模様す追善の会に出席し、この句を読みました。つかも動け、我が鳴く声は秋の風。私の。 泣く声が届いたならばせめてこの塚を動かして応じてくれよ。我が洞国の声は小札たる秋風に和し秋風は我が昇進を運んで君の塚の上を吹き巡る。「塚も動け」という呼びかけと「秋の風」との取り合わせは天地の悲しみと一つになった深い悲嘆が 込められていますさらに場所は山中温泉でそれまで約4ヶ月間ともに旅をしてきた空とも別れることになります空が腹具合を悪くしこのままでは場所に迷惑をかけるからと親戚のいる伊勢長島に先行することになったからです 場所を残して一人旅立つときに、空が読んだ別れの句。雪雪て倒れ伏すとも萩の原。どこまでも行けるところまで行ってたとえ途中倒れ伏すようなことになったとしても、折からの美しい萩の花咲く延べに身を渦めるなら、風雅人としてむしろ本もというべきだ。それに、 答える場所の「今日よりや書きつけ消さん傘のつゆ」「今日からはこれまで旅の傘に書きつけてきた「同行二人」の文字を消そうか別離の涙と起き争う傘のつゆでそして旅の最終地大垣での別れ」 8月21日には大垣についていただろうと言われる場所は門弟たちに歓待されて区会を開きながら2週間ほど長かった旅の疲れを癒します。そして9月6日芭蕉と空は船に乗り込みこの水門川を下り桑名厚田を経て伊勢神宮へと旅立つのです。 芭蕉にとって旅の終わりはまた新たな旅の始まりでもありました。芭蕉は気候の最後に新たな旅立ちを読んだ次の句を置きました。はまぐりの二目に分かれ行く秋ぞ。離れがたいはまぐりの二とみが分かれるように月の名残を惜しみつつ人々と分かれて 今や二見ヶ浦へとまた新しい旅に発足する時が来た折から秋もまさに行こうとして C の風物は一段と石別の情を書き立てているかのようだこれほどはっきりと芭蕉の生き方を伝える締め方はありませんねそれにしてもこの句千住での旅立ちにあたって読んだ「ゆく春や」 鳥なき魚の目は涙と比べてなんと軽やかなことでしょうか場所が奥の細道の苦難の旅路を経て軽みの世界へと突き抜けたことを明確に物語っているように思います。